はい、皆さんこんにちは、製麺機です。今日のお昼ご飯はね、マクドナルドさんに行ってきてハンバーガー買ってきました。今ね、限定で発売されているトリッチ買ってきました。本当はカラダブチ欲しかったんですけども、カラダブチの方がね、もう残念ながら数量も売り切れっていうことだったんで、代わりにトリッチ買ってきました。あとナゲットとね、これで今日お昼ご飯食べていきたいと思います。で、食べかけね、人の食べかけ苦手っていう方は閲覧注意っていうことで、よろしくお願いします。では飲み物ノンアルの、まず、札幌産のね、尿酸値を下げるうまみ絞りよいしょ、わしわっとね、よいしょ。ではね、お先に失礼してね、いただきたいと思います。ちょっと焼酎入れたいところですけどもね。じゃあまずとりあえずね、ノンアルで乾杯いただきます。では早速トリッチね、わかるかな、3段になってますね。パティはね、パティって言うんですよね、このハンバーガーのこのお肉ね、1,2,3 枚でチーズが挟まってね、こんな、あ、ピクルスが見えてますね。こんなビジュアルになってますね。うわ、どうでしょう。では早速、トリッチいただきます。またね、食べかけ注意ってことで、エテレンチーってことでよろしくお願いします。じゃあいただきます。すごいボリューム、肉の味がすごい。三段重ねがすごいですね。シュワシュワのものになって喉詰まっちゃう。どうしよう。一応ね、焼酎ね、持ってきてあるんですけどもね、さすがに平日のお昼から焼酎ってわけにいかないかな。ちょっとだけ入れちゃおうかな、軽くね、酔っ払わない程度にね。ちょっと指で、申し訳ないですけどね、かき混ぜて。やっぱお酒ないとね、寂しいですからね、こういうのに食べるのにね。でバーベキューソース、バーベキューソースの方もらってきました今日は。よいしょ。じゃあナゲットね、ナゲット。これ結局この細長いっていうか、こういう形のと、この丸いのとね、ナゲットこうね、丸いのと、こういう四角いっていうか、こう細いのと、こう種類があるんでしょうけど、ちょっと結局分かんなくてね。ではナゲットバーベキューソースで、ピントが合ってないかな。ちょっと引き気味で、これで合ってるかな。じゃあいただきます。おいしい。鶏肉が結構プリプリしてる気しますけどもね。衣がちょっと香ばしい感じしますね。
鳥チもう一口ぐらいいただいて、やっぱすごいですね、このボリューム感が、肉のボリューム、ね、この辺のちょっとチーズがねとろっとしてる、この辺いってみたいと思います。飲み物ないともう詰まっちゃう、すごい。であとはね、なんか動画なんか見ながらゆっくり続き食べていきたいと思いますね。YouTube の動画またね見てないのとか、お昼ご飯食べながらねちょっと見たいんで。では今日もね最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また後でね動画編集してアップしたいと思いますのでよろしくお願いします。まあ、富士山もね昼から綺麗に見えてます。